大阪でお店やってた時に、はい、結構来てくれてたフォロワーさんが、はい、今唐揚げ屋さんをやってるみたいで、はい、そこに潜入したと思います。まあ、帰ってきたっていうのでお気持ちをいただいてて、で僕もやっぱ気持ちに対して気持ちで応えたいから、それでちょっとプレゼントを買いに行きたいなと思ってて。ふくん、それなんか可愛いの着てるね。あ、ありがとうございます。そうなんですよ、これちょっとグリルブースって言って広島で作っていただいてる T シャツなんですけど、はい、これで後ろにもプリントが書いてあって、こういう。このお店は近いんですか？このあ、ちょっと近くで、あ、ちょっと行ってみようか。あ、ぜひね。いいですか、さっき言ってた福谷さん、こちらになります。お店に着きましたので、皆さん行きましょう。すごい、なんかアンダーグラウンド感すごいですね。あ、こんにちは、はじめまして。オーナーのグリルブースのまさくって言います。なるほど、れてて、すごい、なんか興味深い機械がいっぱいあるんやけど。あ、これシルクスクリーンっていう、なんか機材、あ、なんかこう手法でプリントしてて。あ、これでプリントすんねや。すごい、初めて見ましたね、初めて見た。すぐできる T シャツセットして、ちょっと。あ、今できるんですか？え、すげえ、真っ白の。そんなすぐ強かったうちの、今セットしてるのが人気のデザインなんで。これ何のインク使ってるんですか？これはなんか油性のインクなんで、ちょっとメーカーとかは企業秘密みたいな。ちょっと待って。そうですね、言えないことは間違いないですね、はい。すごいな、こんな生で見れると思うかと。削りでやってるんで、これとりあえず単色で一つのコーンだけなんで。もうできよう。めちゃくちゃ綺麗な。すげえ、すごくない？そうっす ね、一瞬で。一応よかったらこれが完成品で。あ、色も作んねんね。人気の主力の商品で、よかったら後でプレゼントさせて。まさかの。うわ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。まさかこの製版機っていうのもうち奥あって。製版機結構珍しい機械で。これ奥行っていいんですか、僕らも。すみません、暗くないと目立たないから。お、すげえ。日焼けサロンにあるような。タイミングマシンみたいなね。まさかの。一緒っすね、色が。これはどういう機械なんですか？これで、さっきのなんか版、製版機って言うんですけど、版を作るんですよね。あ、なんかこう、紫外線の関係で、これみたいな。すげえ。これちなみにおいくら前するんですか？これはちょっと企業秘密なんですけど、出ました。アメリカ製だと200万円ぐらいするやつらしい。通知したりするみたいな。すごいですね。うちのやつは中国製なんで。じゃあもう、価格は。価格は。そうそう、にお任せします。あれ？まだおるやん。何してるの？あ、どうも。2001年でアメリカで映画ちょっと主演させてもらった、スパイゲームでブラッド・ピットです。どうも。いや、わかりにくい。唐揚げ屋さんにもおったもんね。そうっすね。え、ここの。そうですね、スタッフとして一応ね、アルバイトとして。スタッフでしっかり服も着てきてたと。あれ、これさっき言ったあるじゃないですか。そう、宣伝させてもらった。ゆうすけくんもいただいた服と一緒の。まさかの。お揃いに。すげえ。おしゃれっすね、中も。すごいね。知的には一応でもこのステッカーが、ちょっとカープとか。カープに訴えられかけてて、やばいやばい。それ大丈夫？昔は販売してて、もうカープに怒られたから販売とかしてもしてないんですよね。一回怒られちゃった。怒られちょっと幻のっていうか、昔作ったデザインで紹介させたら、もらえたら。もう今は販売はされてない。もう販売はしてないんで、はい。すごいね。もんちゃんよく来るの、ここは。僕はよく来させてもらってます。あ、そういうこと。いつも T シャツ買うときは僕ここで、ここを買うことが多いです。へ、僕もこれ持ってます。めちゃくちゃお揃いになってるじゃないですか。みんなでお揃いして、はい、これ今黒は一色で、すぐスレートじゃないですか。他の色とか重ねるってなったら、重ねるってなるとちょっと時間かかるんで。はい、どれぐらい着30分ぐらいかかるかもです。あ、上からまた違うやつを置いて。なるほどね。はぁ、はぁ、4つが使われてる。そうです、そうです、そうです。お、一緒なんですか。あ、そういうことですね。だからこの中のデザインが ですよ、ね、違うかったり色ごとに重ねてくって感じです。なるほどね。はぁ、やっぱおしゃれ着だとこういうのにも興味あるですよね。めちゃめちゃ興味あります。僕もちょっと服作っていこうと思ってるんで。あ、すごいですね、こんなフォロワーさんから始まりですぐ。いや、ほんまにありがたいことです。皆さんありがとうございます。それは広島楽しいね。もういい街だと思います。いい街だね、めちゃめちゃ、はい、面白い子もおるし。まあ、いろいろね、広島楽しんでもらって、まあ、ここ最後に来てもらって T シャツ作って
ね、帰ってもらったら起点になるもんで、お願いします。すぐどこでも宣伝する。じゃあお待たせしました。気が付いたんで。あ、ありがとうございます。撮ってもらえたら。まさかのプレゼント。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。今日ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます、広島来たら。ありがとうございます。またねいや、もう素晴らしい方だ。素晴らしい。嬉しいね、やっぱ。みんな心が広い。そうですね。まだ時間ある。はい、僕全然。もう一件だけちょっと行かなかんとこある。あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ、ここからすぐまた移動して。うん、行ってきます。ありがとうございます。ね、実はね、はい、まあ、十何連絡の友達がおってっていう場合やけど、はい、まあ、帰ってきたっていうのでお気持ちをいただいてて、で僕もやっぱ気持ちに対して気持ちで応えたいから、それでちょっとプレゼントを買いに行きたいなと思ってて、はい、でそれでついてきてってん。あ、そういうことっすね。絶対に譲れない場所やったわ。絶対譲れない。ここだけはもう絶対行こうと思ってたから、めちゃめちゃお世話になってて、今もずっと頑張っていこうぜっていうので言ってくれてたから。でも今回はそれでそうもらうだけじゃ、もうそれはね、僕はやっぱ気持ちに対して気持ちで応えたいから。いや、もうそれやったら最後、うん、プレゼントできるように選んで、はい、じゃあ早速行きます。ごめんけど、続いてね。あ、了解です。お願いします。はい、着きました。ルーチェさん、ルーチェ広島さん、入っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。お待ちしておりました。初めまして。よろしくお願いします。すげえ。可愛いな、やっぱ。さすがルーチェ。このお店、なんで選んだとかってあるんですか？ね、大阪で、はい、ひろきくんって友達がやってて、お店をやってるんですよ。はいはいはい、そこの広島店ということで、こちらの店を選ばせていただきました。ハイブランドも。ハイブランドばっかりやで。可愛いね。ガチで選んでいい？いや、もうそれはもうガチで選んでください。今回ね、ちょっとはい、プレゼントするお方が、はい、黒とか白とかのが好きで、はいはい、あんまりカラーとかは着ないと思うんですよね。はい、サイズ感とかは、まあ、XL 以上。XL 以上。XL 以上で。うちは結構大きいサイズを。ですよね、マップ見た感じ、大きいサイズがいっぱいあったんで。はい、入れさせてもらってるんで、まあ、黒とか白が多いんでしたら、まあ、こちらの方が一応おすすめではありますね。はい。すごい、ハイブランドばっかりです。そうそう、もう見るからに。これ懐かしい、お撮影で来たしもだもんね。あ、そうですね。大阪の方でも。ですよね。はい、お世話になってまして。黒系、この辺、いいんちゃう？そうですね。こんなんめっちゃぽくない？一応その辺とかは新作で。サイズも。ね、サイズもこれ、いけるか。全然いけるね。うちは特殊で、XL から。これちょっとキープ、これちょっとキープで、はい、キープで、キープ。いや、もうこれは真剣になる。感じ選びたい。はい、バーバリーとかも一応大きいサイズではお前ね、しまってるんですけど、かわいい。どれにしようか迷いますよね、結構いろいろ。そうですね、一応大きいサイズで言うとちょっと僕からの、さっきはやっぱりそうだね。はい、で、まあなんか同じデザイナーさんって言って、あ、デザイナーさんも一緒。そうなんですよ、はい、一応こういう感じで。なるほど、なるほど。またバーバリーも今季流行りなんで。ですよね。はい、これやっぱ気になるな。色味も落ち着いてますし、うん、自体がこれにしようか。もうそれは気持ちのあるやつ。ね、絶対に何か言う方じゃないと思います。本気で選んでるっていうのが。本気でちょっと選んでる。自分も嬉しいですけど。これにしよう。じゃあ決定です。はい、こちらじゃあください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、成功で、はい、もうそこはこっそりで、こっそりでお願いします。じゃあ、はい、お待たせしました。すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼント私に行きたいと思います。はい、すいません、ありがとうございました。ぜひ広島来たら遊びに来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。喜ぶかな。いや、もちろん意外もできたと思うんで。ね、早速じゃあ私に行きたいと思います。ありがとうございます。おかえり。ただいま。疲れた。どうやった？めっちゃ暑かった。もうすっごかったね。汗が吹き出て吹き出て。ちゃんと喋れた？いや、まだちょっとまだ慣れないね。これからやろ、ほんまに。ちょっと慣れしていかなあかんわな。さっきお土産の唐揚げもらったやん。うん、めっちゃ美味しかったよ。めっちゃうまかった。ねえ、あれ、揚げたてすごかったから。うん。めっちゃ肉汁もすごかったし。冷めてもうまかったね。美味しかったね。うん。いや、美味しかったな。また行かなあかん、絶対広島行ったら。あとなんか、服屋さんも紹介してもらって。うん、服もプレゼントしてもらった。え、服もらった？プレゼントしてもらった。かわいいやん。めちゃめちゃ良かった。どんなおしゃれな店。ここで目の前で作ってくれてたもんね。うん、こんなバックプレゼント。おい、いいやん。大きさも結構大きいから、うん、いい感じかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに見てくれる人だよ、 YouTube も。あ、マジで？うん、嬉しいね。嬉しいな。うん、ちょっと渡したいものがあるんだけど、うん、
これ何何何それ、これやねんけど、ほんまでも真面目になりやなります、絶対に。もう悪いことしたらあかんからね。そうそうね、うん、まあでも今までその自分がやってきたこととか、まあいろいろ反省して、これから真面目に、そうやね、頑張っていこうぜ。なになに気持ち悪い、なになに、マジで。俺もさ、やっぱりその気持ちでやってくれたよ。だから僕もやっぱ気持ちで答えなくて、今全然そんな余裕もないねんけど。マジで開けていい？じゃあ全然開けて開けて、喜んでくれるかな。え、ユースケ選んだ？俺が選んだ。超嬉しいね。いや、めっちゃ可愛いやん。